どうも、YouTube をご覧の皆さん、ジーコさん Q チャンネルです。おはようございます。今日はね、私が今まで働いてきた会社をどういう風にして辞めてきたのかっていうことについて、話をしたいと思います。もともとね、合計で3つの会社で働いて3つの会社を、退職しました。転職好きな人なのかという風に思われちゃうのかもしれないんだけど、そうじゃなくて、もともとはね、新卒で入った時には、もうこの会社で、もう死ぬまで勤め切ろうっていうふうに思ってたんだけど、まあ、結果として、やっぱり人間の考えっていうのは変わるもので、どんどん、次の会社へとね、移ってしまいました。で、今回ね、話したいのは、まあ、その3つの会社を、まあ、辞めるきっかけになったのは、どんなことだったかっていうのを、今、振り返って話をしようと思います。ちなみに、まあ、最初に、3つ、どんな会社だったかっていうのを簡単に言うと、1つ目は、新卒で入った会社は、日本の一部上場企業。で、従業員の人数も、まあ、そんなに多くなくて500人くらいなんで、まあ、皆さんがこう一般的に想像するような大手の会社では、ないです。で、二つ目は、アメリカ系の外資企業。で、こっちの会社は、まあ、全世界で従業員が6万人くらいいるくらいの、超大規模な、会社の日本の、支社で、こちらで5年間働いていたのと、で、最後は、打って変わって、今度は日本の中小企業。こちらもちろん上場してないし、全部で従業員も50人ぐらいの、小さい会社で働いていました。あ、まあ、なので、結構まあ3つ、それぞれ規模から考えても全然違うこの3つを経験してきたんで、まあそれぞれ、まあ、どんな風にしてこう今まで働いてきて辞めてきたのかっていうのをちょっと話したいと思います。まず新卒で入った会社は、まあ簡単に言うと、会社が気に入らなくて辞めました。会社の、方針というかね、会社に失望したっていう言い方の方が正確かもしれないんだけど、まずね、私がね、新卒、大学卒業して新卒で所属した会社は、まあ、年間休日も140日。140日っていうのはもうすごく多くて、普通の会社だったら120日前後、多くても127、8とかなんだけど、休みがね、破格に多い140日っていう会社で、まあ一般的にはホワイト企業とかって言われてたんだけど、でもね、そういうホワイト企業の中にも、やっぱり黒い点みたいなものが存在して、どうやらね、私の入った、その、職場というかね、部署が、割とね、黒い点だったようで、まあ、どんな風に黒かったかっていうと、まあ、すごくね、昔ながらのと、体育会系気質。まあ、なんていうか、部屋では、大きな声で、こう、怒号がね、飛び交ったり、まあ、たまには、こう、なんて言うんでしょうね、あんまり言うと怒られそうなんだけど、まあ、実際あった事実なんで、事実なんで話しますと、机の下で足が、こうバーンとね、こう、反対側の足がこう飛んできたり、なんかそういうね、そういうことがね、起きている職場でした。で、それはね、まあ、ああ、うわ、こう、ひどいとこ入っちゃったなと思ったんだけど、しばらくは、最初の研修を終えて、まあ、部署配属になって1ヶ月間働いただけでもう、なんていうか、ここはやばそうだなっていうのが最初に気づいて、ああ、やだなと。で、そんな矢先にこう、ゴールデンウィークにはまた強制参加バーベキューみたいなものがあって、ああこれも行きたくねえな、本当にやだな、だるいなって思っていて、で、なんか人事相談ってあるから次なんかこういうの話してみようかなと、ちょっとこの大会気質もなんかあんまり、もともとね、私体育会系気質とはちょっとね、反りが合わないタイプなんで、しんどいなって思ったんだけど、で、いざね、こう、ゴールデンウィーク明けて人事との面談があった時に、まあ、40代ぐらいの、まあ、女性の人事の人だったんだけど、1対1の、まあ、入社後の、まあ、フォローアップ面談。まあ、これ多分一般的にいろんな会社であると思うんだけど、フォローアップ面談っていうのがあって、で、その時にね、もう言われた言葉でもう、なんていうか、すごい頭に来たことがあって、また、まあ、私は高田って言うんですけど、高田さんのね、入った部署は、もう、すごく厳しいことで有名だけど、もう修行だと思って頑張ってねって言ってなんかね、半笑いでヘラヘラして言われて。で、その時にね、まず、なんていうか、ね、怒りをすごく感じて。で、怒りっていうのは、なんていうかこうね、突発するもので、そういやね、何に自分が怒ってるかわかんないぐらい、ものすごいイライラしたってその話を聞いた時に。で、後で振り返ってみると、やっぱりね、こう、舐められてるなっていう。会社からね、舐められてるんじゃないかと、もう、なんていうか、自分は、新卒1年目っていうのは結構自分自身の力を勘違いしがちだと思うんだよね。まあ自分の場合って結構そうで。自分自身で結構優秀だというふうに思っていたんで、まあその当時は、
まあ、その私の入った会社は結構、海外への売り上げとかが高くて、私はね、大学時代に英語の勉強すごくしてて、TOEIC っていう、まあ、テストで言ったら、まあ、950点ぐらい取れていて、なんで、まあ、入ったらね、まあ、英語とか活かした仕事とかもできたらいいなと思ったんだけど、まあ、もちろん、入った部署は全然関係ないところで、まあ、それはそれで良かったんだけど、入ってね、で、その、厳しいとされている、修行扱いされるような、まあ、ひどい環境にいるのに、この人事はそれを知りながら、もうヘラヘラしてられるっていう、その事実ね。で、そんなヘラヘラしてる人が、おそらく俺よりも高い給料をもらってると思うと、ああ、もう、なんもね、イライラが止まらなくて、その日に、帰って、すぐにリクナビネクストに登録しました。だから、ゴールデンウィーク明けの面談の後だから、ね、もうね、2010年4月に入社して、2010年5月には、リクナビネクストに登録しました。で、それがきっかけで、で、リクナビネクストに登録はしたものの、さすがにね、すぐに辞めるみたいな、すぐに転職活動本格的にやるほどの、なんていうか、パワーもなかったんで、まあ、仕事自体もやっぱ入って忙しかったし、疲れたから。で、そしたら、しばらくしたら、オファーっていうのが、会社から来て、それがまあ、次に入った外資系の会社なんだけど、そこの会社からオファーが来たんで、まあ、そこの面接を受けて、通ったんで、もう辞めて、そっちに行くことにしました。まあ、なんでね、最初の会社辞めた時には、その人事のその一言がきっかけだったけど、まあ、なんていうかまあ、会社の、まあ、部署の、空気に合わなかったというか、そういうところがあったというふうに思います。で、次に働いたのは、まあ、外資系の会社で、そこはまあ、5年間勤めました。で、まあ、皆さんのね、想像する通り、外資系の会社っていうのは割と、忙しかったです。なんで忙しいかっていうと、電話会議っていうのがあって、アメリカの本社と電話で話す必要が、まあ、週1回最低はあって、まあ、場合によっては週2回から3回あると、まあ、もちろん時差があって、向こうに合わせなきゃいけないことの方が、まあ、日本は支社でね、まあ、なんていうかパワーも比較すると、弱いので、死者という立場だったんで、例えばだけど、夜の、9時から電話会議1本。で、さらに、それが終わってから、30分くらい終わってから10時に1本。で、終わってから、今度はブラジルと11時から1本、みたいなね。まあ、そういうことも、割と、ありました。まあ、逆に朝6時からとかね。だからいろんな形で、まあ、結構ね、睡眠時間というかね、時間は割と拘束されるし、海外出張も結構多くて、まあ、いろんな海外にも行って、で、割と、まあ、大変なことが多かったです。まあ、いい経験にはなったんだけど。で、もう辞める直前の時には、仕事が忙しくて、ちょっとね、睡眠が取れなくなってくると、いろんなことがこう、自暴自棄になってきて。で、まあ、前にちょっとお金の話でもしたんだけど、こんなに、まあ、他の人よりも働いて、他の人よりも高い給料をもらって、で、貯金だけ貯まるけど、これ本当に意味あるのと。だんだんね、そういうことを考えるようになってくるんだよね。こう辛い時期が続くと。だいぶ確かに貯金も増えたし、お金ももらってるし、まあ、それなりに、まあ、いわゆるやりがいみたいなもの多分ある仕事なんだけど、これ意味ねえなと。意味ねえし、こんな働く必要ねえなと。ここで、ちょっと思って、まあ、その会社は、外資系の会社は、もうそこももう、あ、これ辛いなと思って、辞めることにしました。まあ、他にもね、実はね、この外資系の会社に関しては、いろんなね、まあ、問題があったんだけど、それに関してはちょっとここで言うと、訴訟を起こされそうなんで、それについては伏せますが、まあ、基本的には、まあ、ベースラインとしては、すごく忙しくて、こんな働いて金稼ぐ必要ないなっていうのが2社目。で、3つ目は、もう打って変わって、日本の小さい会社、もう50人ぐらいの、まあ、それも製造業。あ、ちなみに私全部製造業。で、まあ、営業的な仕事をしてたんだけど、で、3つ目はまた製造業に入って、で、今度はもう今までとはもう全然違う小さい会社で、で、まあ、最初はね、研修ということで、まあ、いろんな仕事をしていて、まあ、すごい雑務みたいなのも多くて、まあ、研修だからこんなもんかなって思ってたんだけど、で、2年間働いて2年目で、2年目の終わりに辞めたんだけど、ね、その時に、私が仰せつかった仕事が、高田さんじゃあちょっと、次の、現場工事で、ボルトが600本ぐらい必要になるから、ボルトとナットとワッシャーを組んでほしいって言われて。で、ちょっとわかんない人は、まあ、どっちだ、こっちか。この辺にボルトとナットとワッシャーみたいな画像出すから、これ参考にしいんだけど、それをね、ボルトにワッシャーって言ってこの輪っかみたいなのをこう刺して、その上からナットをキュッ
締めるんだけど、それをね、600本くらいやってほしいって言われて、私ね、単純作業が一番苦手としていて、ね、それをね、こう、2年間働いて、まあ、ある程度、まあ、なんていうか、まあ、そんな大した、こっちは正直ね、大した仕事してなくて、まあ、前のその外資系で働いた時の、まあ、なんていうか、労働を100だとしたら、そこで働いてた仕事は10ぐらいだね。その大変さ、内容も含め。まあ、時間は50ぐらいに減ってると思うわ。残業時間はね、ちなみに2年働いて、10時間ぐらいだと思います。そういった意味では、ホワイト企業なのかもしれないんだけど、で、そのね、ボルトを締める仕事やってくれて、そのボルトを締めるのが、まあね、なんていうか、こう、それやってる間に俺、辛くなっちゃってね。で、上司に、ちょっといいっすかって言って、ちょっと会社辞めますっていう話を、ボルト締めるのをやってる、まあ、400本ぐらいまで行ったあたりで、ちょっと限界に到達して辞めるっていう話をします。なので、私はそれで、3つ会社を辞めることになりました。まあ、いずれも、そんなに悪い会社では多分ないんだよね。一般的に見たら、最初の会社に関しては、もうすごくいいと言われている、日本のまあ、ホワイト企業的な位置づけ。で、二つ目は、まあ、いわゆる外資系企業だけど、給料もすごく良かったし、まあ、そういった意味では、まあ、ブラックとは、まあ、多分違う。ブラック企業っていうのは、まあ、私の中の定義では、やっぱり、拘束時間とか、労働のその、量というか、が多いのにもかかわらず、給料が安いとかっていうのだと思うんだけど、まあ、外資系の会社に関しては、まあ、その辺は拘束時間もちょっと長いし、労働の量も多かったけど、でもそれを上回る給料があるから、まあ、そういったところは魅力だと思うし、ブラックではないんだね。で、三つ目は、単純労働で楽。だ別に悪くはないね。給料は当然低いんだけど、外資系の時に比べると。でも、まあ、仕事相応ではあった、と思うんだよね。だから、なんていうかね、そのまま三つ通してみて、一般的にそんなにブラックじゃないと思われるところなのに、どれも、まあ、なんていうか、簡単に辞めてしまってるので、おそらくね、私自身に、労働者としての適性がちょっと低いんじゃないかなと。まあ、そういうふうに思って、まあ、今、このような形で、ね、無職が、続いているような状況です。まあ、いろいろあったね。なんで、まあ、こんな風にして、私は今、いろんな会社を転々としてきて、こう、無職という最終地に、たどり着きました。次回はね、まあ、こうやって無職に何回もなってきてるんでね、退職っていうのももう、3度経験してます。で、退職も、するときには、知っておくべきことっていうのがいくつかあって、有利に退職する方法があるので、ちょっと次回はね、この退職について話をしていきたいというふうに思います。まあ、退職なんてね、まあ、本来はしたくないんだけど、まあ、しなきゃいけないときっていうのが、人には訪れることがあるんでね、まあ、いろんな人が、こういった前知識を持っておくといいんじゃないかなと思います。じゃあ次回。退職、有利な退職の進め方について。ほな。